ナンタケット島出身のアーサー・ゴードン・ピムの物語は、1838年に刊行されたエドガー・アラン・ポーの冒険小説、ゴードン・ピムの冒険等の日本語タイトルもある。ポーユイーツの長編小説だが、未完とも取れるような曖昧な結末を持つ。1890年代には、ジュール・ベルヌが、1990年代には、ルーディ・ラッカーがそれぞれ続編内し解決編を書いている。 この作品にはカニバリズムが出てくるが、大岡翔平は代表作のびの中で、この作品が全体の枠になっていると書いている。主人公、アーサー・ゴードン・ピムが密航した捕鯨船で船員の反乱が起こり、さらに暴風雨に遭遇して遭難、漂流する。生き残ったピムラは全員号に救出されたものの、そのまま南極探検に向かうことになる。 しかし、ジェイン号上組員のほとんどは、白いものを異常に怖がる原住民によって全滅する。辛くも脱出したピムは、南の果てで不思議なものを目撃する。作中では、リチャード・パーカーを3人が食べる場面があるが、この作品が発表された46年後に、ある船が遭難し、生きるために、リチャード・パーカーという同性同盟の男が食べられる、事件が発生した。裁判で、 実際の船員たちが、ポーの小説を読んでいて、それを再現したのではという権利が勝ったが、船員たちは、識字レベルが低く、エドガー・アーラン・ポーの存在すら知らなかったと述べている。などの日本語訳がある。ありがとうございます。